みなさんこんにちは、しおりみチャンネルしほです。はい、ということで今回はですね、今回はシーンでまあ約1万円分購入いたしましたので、今回はねこちらの商品を紹介していこうと思います。さあ、あの約っていうのには理由があってですね、私5000円分買ったんですよ、シーンで。でそれにプラスお母さんが買ったものが何点かあって、合計したらまあ約1万円かなぐらいなので、なんか約1万円ということでやらせていこうかなと思います。やらせていこう やっていこうかなと思います、はい、まずあのなんでシーンでまず買おうかってそういう発想になったかっていうと、スマホケースがね今これなんですよ。私前シーンで買ったこの可愛いですよ、超可愛いけど飽きてきちゃって、そう前もねあのスマホケース何個か買ったんですよ。なんかみんななくすわ壊すわ、あの大きいリボンのやつは絶対取れちゃうんですよね、使っているうちに。あのね、もう私大きいリボンのリピしてるから結構わかるんだけど、毎回壊れる。この前あのディズニーの中で壊れた。あ、そう、ディズニーランドで落としたからね。そう、ディズニーランドでリボン落としちゃって。そう。もう超なんやったよねって話。まあそれは置いといて。だから今さ、リボンついてないこういうやつなんだけど、そう、最近これがね、超使いやすくて。なんかもう、開かないし、その、リボンとかないし。けどね、聞いて、やっぱ寂しいのこれだと私。リボンとかが好きだから、ちょっと、寂しいのちょっと最近これが。だからちょっと、リボン、取れなそうなのやつをちょっと選んできたので、はい、紹介していきます。まず一つ目がねこちらの黒いケースですね。開けていきます。そうなんか前回買ったのとちょっと似ちゃったんだけど、これ今私がこれがねこういうのが好みなんで仕方ないかな。こちらです。そう前回はここにねケース取っ手がついてて、取っ手の上にリボンがついてるってやつだったんですけど、今回はもうスマホケース本体についてるリボンにしました。これなら落ちないかなと思って、縫うっていうかなんか粘着っていうかなんてで止まってると思うので、あとね聞いてこのパール可愛いかな、超可愛い。ちょっとつけてみますね。見てください、可愛くない？つけました。あ、ちっちゃい、ボベアが。かわいい感じ。はい、これが1個目です。ちょっと待って、あの、つけてみたんですけど、これはマジでいいです、本当に。え、めっちゃかわいいんだけど、ちょっとこれめっちゃ当たり。え、おすすめみんな、俺。あ、けど聞いて、これ多分ね、品切れだった。ほぼ完売みたいな感じだった。すいません、もうないかもしれない。マジかわいい、ちょっと、おすすめでーす。次はね、こちら。これもね、可愛くない？ちょっと待って、開けるね。2個目はこんな感じです。ちょっと両サイドが、キラキラってしてるやつなんですけど、マジ可愛くね？で、これなんか透明なんで、ここにね、推しのね、カード入れたりとかしてもいいかなと思います。私は入れません。私はあんま入れないでいこうと思います、今回は。プリクラとかね入れてる人とかもいるもん、ね、そういるよね。今さ学校の筆箱にもさこういうのがあってさ、学校の筆箱にプリクラ入れてる子とかいて、そうなんだ、もうメイクガンガンしてる友達と通称みたいな、こういう感じのいてびっくりしました。え、待ってかわいい、待ってかわいすぎない？しほちゃんのスマホ黒だったんだっけ？黒だよ。あ、そっか、うちじゃなかった？あ、白だと思ってた。うん、そうなんです、黒なんですよ。ちょっとだからちょっとまあ、かわいい。あ、かわいい。映ってますけど。あの、私、マシです。石川海人さんです、うん。あの、ケーキをサプライズでね、もらって、フォークで顔をリミが撮ってくれたんだよね。そう、リミが撮ってくれたやつ。ずっとこれですもん、最近は。かわいい。置いてってそれはケースめっちゃ可愛いです。キラキラ、夏っぽいね。そう、本当になんか最近夏っぽいの増えたよね、シーンの。マジ入れ替えが早いと思います。でラスト3個目開けてきます。マジこの2つはね、あのね、神、最高すぎる。もう星5ですよ。まあ、こうやって星6かな。次はこちら。これはね、あのなんか安かったし、あのめっちゃ可愛かったから買ったんだけど、詰めて、つけてみね。ちょっ
とね、見た感じ安っぽいかなって思います。ちょっとやっぱり安いだけあって、うん、それなんかちょっと画像とちょっと違うかもね。こんなだったっけ。あー、なるほど。ちょっとなんかプリント感が強い。プリント感半端ないかなと思います。ちょっとまあでも、まあでも悪くはないよね。夏っぽいっちゃ夏っぽいし、全然悪くないんですけど、ちょっと素材とか、なんていうのかな、触り心地っていうか見た目ちょっと薄っぽいかなと思います。悪くはないね。かわいいかわいい。でこれにあのリングつけたりデコったりしてもかわいいかなと思います。はい、というわけで次はね、あのスマホケース以外洋服ですねを紹介していこうと思います。そう、ただ聞いて、あのデビューがそんなになくて、あの新しいのだったからデビューに今回頼れなくて、あんまりだからちょっと不安なんですけど開けていこうと思います。でもね、1点目まずこれはこれ開けていきますね。そう、可愛いと思う。待って、モデルさん可愛かったもん。モデルさんみんな可愛い、モデルさんみんな可愛い。ということで1点目はこちらのブラウスでございます。え、可愛くない。え、可愛い。好きなパールついてるね。そうなの、見てよ、ここ襟にね、パールがね、わーってついてんの、超かわいい。ただね、ちょっと惜しいところがあって、こっち後ろにね、襟がないの、ちょっとすごい惜しいかなとか思うけど、うん、めっちゃかわいい。これね、白黒だから下黒でも合うし、何でも合うかなと思ってっていう感じです。かわいい。あとで着てみます。うん、あとで着てみましょう。次はこちら、ピンクのね、これ多分ワンピースです。ワンピース、最近こういうのばっかかもしれない、ごめんなさい。なんかこの前さ、そう、あのグレイルで購入品紹介したんですけど、その時もあのピンクのワンピース買っちゃって、今日もピンク着てるんだけど、そっくり、やばい、ごめんなさい、ちょっと似てるかもしれない。こちらです。すごい襟だね。そう、襟でね、リボンがね、リボンってか紐がこうやってついてるんだけど、ちょっとわかりづらいね。でこういうワンピースですね。こういう、それ紐がどうなってんだろうね。紐がね、結ぶの自分でこうなってて、襟が大きいんですよ、うん、で胸元とお腹あたりにリボンが2個ついてます。結ばないんだね、うん、これデザインなんだね。そうそうそう、へー、変わってる。可愛いっしょ。可愛い。写真変わった洋服がいっぱいあって可愛かった。でもこれね、ちょっとシワシワなので、あのアイロンかけないと。そう、シーンとかね、やっぱね、こうね、通販のやつってやっぱ畳んでくるから、ちょっと多少シワだよね。シワあるよね。そこはしょうがない。この前のグレールもあの写真撮ったんですけどちょっとシワだったね。シワシワでしたね。次はサンダルです。サンダルをね、1個買いました、私ね。めっちゃ似てるの、スマホケースに。いきます。じゃじゃん、こちらです。めっちゃ似てない？ちょっと待って、こちらです。こちらめっちゃ似てない。リボンの形がめっちゃ似てるんだけど、マジで可愛いなと思って、夏これをね愛用して履けたらなと思います。まあ、でもね、これはね、あのサンダルっていうか、あのスリッパの部材な、スリッパなんだよね。そうですね、あのだからカテゴリーとしてはスリッパのところに載ってて、多分だから家で履いたり、まあ、ちょっとご近所さんにゴミ捨てとかコンビニとか、なんかそういう時にちょこっと履くような、庭とかにさ、よく置いたイメージ。なんだっけ、私はこれをサンダルとして使います。まあ、しーちゃんはもうほとんど、あ、めったにね、もう最近こう私服で出かけることがほんと減っちゃって。そうなの、もう部活なの。ただね、軽くてすごくいいと思うので、はい、まあちょうどいいかなっていう。安いしね。言われなきゃさ、わかんないもんね。そう、え、それサンダルとかならないやん。このサンダルかわいいってなるじゃん、普通。もう全然大丈夫かなと思って。これ確かね、うん、あれ800円だったかな、600円だったかな、とりあえず1000円以下でした。超安くない？安い、マジ安い、超かわいい。でこれ一回ね、グレイル の全身の時に履いちゃったんです。先にめっちゃかわいかった、本当に。その時素足で履いたんですけど、本当にかわいかったです。マジおすすめ。ということで、私がね買ったものは以上です。次はね、ママが買ったものをね、ま、軽く紹介していこうかなと思います。はい、軽くで軽くでいきます。まずね、こちらです。麦わら帽子
でね、後ろがねリボンになってるのかわいい。私帽子似合わないんだよね。どう？じゃこのカッパに合わない。なんかちょっとさ浅めなんだよね。それちょっと浅いよね。ちょっと浅いかもしれない。ね、なんか脱げそうな感じ、ね、すぐうんうんわかすぐ脱げましたあ、けどちょっと浅いけど、うん、デザイン的には可愛いし、うん、超可愛いと思う。これもね、1000円からね。後ろにね、こういうリボンがついてて。あ、そう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 。そうそうそう。あ、今見やすいように被っただけだからね。受けとか狙ってないから。うん。次行きましょう、はい。次も帽子ですね、またまた。こちらです。あら、こちらも麦わら帽子。こちらもね、後ろにリボンがついてます。このリボンは白です。これ多分深い。あ、深い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 。しっかりね、かぶれる。で、後ろにリボンがあります。見えてないかな？こんな感じで、後ろにね、こういうリボンがあります。かわいい。そう、なんかさ、ママ、髪の毛を結ぶからさ、はい、そこの割れ目のとこから髪の毛をなんか出せるみたいな。邪魔にならないって、わかる？ここにね、こういう感じでね。そう。すごい、ここにね、なんか、そう、だからそこに髪の毛が出るみたいな。こういう感じでね、あ、開いてんの？なんか、ほら、すごくない？髪の毛が邪魔にならない帽子みたいな。こう結んで、で、結んでも OK みたいな。結んで、こういう感じでかぶれるみたいな帽子ですね。すごいいいね。考えられてる。私は普段下ろすんで。ラストですね、ラスト。ラストは、こちらです。サンダル。私白黒ピンクに対してママはもう木だね、麦わらみたいな麦わら茶色多め。じゃーん、こちらです。でね、これそうぺったんこで可愛いんですよ、デザイン。ここにね、私が大好きなパールが。そう、でもこれちょっとね取れそうで怖いんだけどね。ちょっと取れそうな感じ。パールがついてます、うん。サンダルはもう我が家ではワンシーズンものっていうなんか感じだね、うんうん。ワンシーズン履ければまあまあいいかなっていう。安いからね。ですね。はい、ということで今回はですね、今回はシーンで買ったねものを紹介してみました。ということでね、もうめっちゃおすすめのものばっかだったので、皆さんもぜひね、売り切れてなければ、ご参考程度に買ってみてはどうでしょうか。ということで、それでは、バイバーイ。